富士フイルムのブースにやってきました。こちらのブースでは、これからご説明いただきます X100、 こちらについてですね、川原さんに伺っていきたいと思います。川原さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちらの X100 の特徴なんですけれども、どのような感じで、はい、これはですね、まず APS-C CMOS サイズ、はい、CMOS という、はい、非常に大きいセンサーを使って、はい、で APS の単焦点で 23mm、 35mm 換算で 35mm です、はいはい、というスタンダードな焦点距離の、はい、固定式のレンズを使っています。はい、ですので、とにかくこれは画質を高めたいということで、このレンズのためにこのセンサーをカスタマイズして、はい、1対1のレンズとセンサーということで、はい、最高画質を実現するようになっています。まあ、これがカメラの性能なんですけれども、はいはい、今一番話題を呼んでいるのはですね、はい、この、ポイントがハイブリッドビューファインダーというファインダーがついています。はい、外から見ると今までの最高式ブライトフレームという、はい、この手のカメラに多い、はい、この窓の大きなファインダーというように見えると思うんですけど、その最高式のファインダーからデザインのヒントを得て、はい、その最高窓の代わりに液晶パネルを使っています。なるほど。はい、ここにですね、はい、液晶が入っていまして、はい、この液晶に2種類の表示ができます。はい、1種類は枠を書いて、はい、でこのシャッタースピードとか絞りのデータを表示させると、はいはいはい、で見るのはここから見る、光学像なんですね。はいはい、普通にこう見た入ったのがこちらに映し出されるんですね。そうです。それで、光学像と枠を、はい、重ねて映すというのが光学ファインダー。はい、でもう一つここで切り替えていただくとですね、はい、電子ビューファインダーになります。はい、これはまあ、一般的なコンパクトカメラですとか、はい、ミラーレスとか、はい、そういったカメラにある液晶のファインダーが、はい、こちらで見えます。はい、ですので光学ファインダーと液晶ファインダーをこのスイッチで自由自在に切り替えられるというのがハイブリッドの意味なんですね。はい、なるほど。はい、実際に動かすとどういうふうな動きがするんですかね。はい、分かりますかね。はい、これが液晶ファインダーになります。これが液晶ファインダーです。はい、シャッターを閉じているので、はい、結局このレンズから入った電子画像を、はいはい、ここに映し出していると、はい、こちらの側に映し出していると、ここまでですね。はい、でこのシャッター幕を、はい、これ閉じているので、はい、電子ビューが見えます。はい、でこのシャッター幕を開けるとですね、はい、要するに光学になるわけですね。そうです。この窓からここを見ているということなので、はい、素通しの像が見えるので、とてもクリアに見えます。で枠を液晶パネルで書いている、はい、表示しているということですね。はいはい、実際この光学の時は、ピント合わせは MF になる。いや、基本オートフォーカスです。オートフォーカス。ただ光学でも真ん中に枠が切ってありまして、はいはい、ピントが合うとそこが緑色になるようになるので、はい、とても分かりやすいです。はい、今ファインダーの説明をしましたが、このカメラはもちろん背面の液晶でも見ることができます。でこちらの方も切り替えるとですね、これは今スルー画が出てます。このように電子水準器を表示させることもできます。はい、で水平が取れると、はい、このように今緑色になる。になりましたね。そうです。はいはい、水平になると緑色になると、はい、そうですね、というモードと、はい、あとですね、このようにシャッタースピードと絞りのデータをとても大きく表示して、データだけを表示することができます。はい、絞りを変えるとこうですね。あと露出補正バーも今動かしています。はい、この部分なんですけれども、オートフォーカスのポイントをですね、はい、49点から、あ、これ全面に行くんですね。はい、任意に選ぶことができます。はい、でさらにこのポイントも、あ、大きさも5段階、はいはい、ターゲット大きさを変えることができます。はい、というような工夫もLCD で見る場合にはできるんですね。はいはい、これビューファインダーの方から切り替えをするときはどうなるんですかね。はい、まずもう一度スルー画に戻します。はい、であとこのボタンを押していただくとですね、はい、今ここで LCD がロックされます。はい、で今ここが、ファインダーでロックしてます。はい、であとはこのモードですとここにアイセンサーが入っているので、はい、ここに目が来たときに切り替わると。今分かりますかね。今はこの中から見ているような状態ですね。はい、ここに、はい、ここで見ている時の状態がこれです。はい、これがビューファインダーではなくこちらの液晶で見ている場合、ね、そうですね。はい、はい。